皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。スケープオブグリーン、ちょっとそこまでお出かけ、撥水ショルダーバッグ、開封していきます。はい、開封いたしました。それでは詳しく見ていきたいと思います。スケープオブグリーンは宝島社さんのオリジナルブランドになっております。で、正面の下の部分にこちらにですね、豪華なプレートが貼り付けられておりますね。そしてポイントとしまして、癖になる軽さということで、とっても軽いんです。しかも表面は撥水加工がされておりまして、これから梅雨時期ですね、雨とか汚れにも強い素材、表面の生地になっております。はい、さらには丈夫なポリエステル生地が使われまして、はい、ガンガン使っても大丈夫な仕様になっております。で、見た目もですね、ブラックのシンプルなデザインになっておりますので、男女兼用できるデザインかなと思います。で、正面こちらで後ろ側見ていくとこうなりまして、ここにはスマホが入るポケットが付けられております。ここはゴム仕様になってますね。はい、で、スマホなんですけど、これは iPhone のプロシリーズのケースがすっぽり見えなくなるまで入りますね。そしてプロマックスの大きめサイズはちょっとはみ出すくらいですね。念のためですけれども、はい、しっかりと収まります。はい、そしてこのようにマチもしっかりとございまして、横から見ると4ですね。で、ショルダーベルトなんですけど、幅広のものが付けられ、光沢のある、はい、この辺は質感高いですね。取り外しはできませんけれども、サイズ調節が可能になっております。後で肩掛けして長さ確認していきます。で、バッグなんですけれども、中に綿が入っていて、ふかふか感がものすごいですね。はい、このあたりも中のスマホとか衝撃を吸収してくれるんじゃないかなと思います。収納ですけれども、まず前面のこちらにロープ付きのダブルジップ仕様となっております。開けていきましょう。このようにですね、はい、ここまで開く仕様になっております。ジップの動きもスムーズですね。で、中の方なんですけれども、まずこちらこんな感じでガバッと開きまして、はい、こちらのフロントポケットにはポケットはですね、まずこっち側に一つ、一番下までの深さのあるポケット、そして中央のこのメインスペースは、はい、幅もありますし、たっぷりと入ります。で、ここにカードポケットが1、2、3つですね、付けられております。はい、真っ黒なのでちょっとね、中が見えにくいかなという気はしますけども、容量はしっかりしているかと思います。続いてメイン収納いきましょう。メイン収納はシングルジップとなっております。ロープはついてますね。で、このように開けまして、ここまで開く、下まで行かずここまでです。で、中の方なんですけれども、ブラックには日焼けが似合いますね。それではメイン収納の中見ていきましょう。内側こちらも真っ黒状態で、ここに内ポケット一つですね、はい、一番下まで深さのあるポケットついております。で、先ほど言いましたけど、このふかふか感がすごいなという印象です。真ん中のここも、はい、しっかりと綿が入ってますので、全体的なふかふか感があります。で、メイン収納なんですけど、はい、あとは仕切りとかついてませんね。こんな感じです。それでは収納していきたいと思います。まずこちらのフロントポケットいきますね。はい、ここにはカードポケット、横にこのように差し込むタイプ、これくらい見えてますので、どのカードかはすぐに分かる仕様ですね。で、3枚入れますとこんな感じ。はい、そして1つのカードポケットに2枚ずつ入れてみました。無理なく入るレベルですね。このように指をちょっと入れてスライドさせて出せますので、2枚ずつ6枚は入るかと思います。はい、続いて中央にはハンカチとかティッシュですね、こういったものを入れておいてもいいかと思います。さらにこっち側にポケットありますので、こういった手鏡ですね、キティちゃんのありましたけど、こういうのをスッと入れておくといいんじゃないでしょうか。はい、あるいはお財布機能として使うのに、このお札ですね、お札をここに入れたらどうかなと思ったんですけれども、深さ的にちょっとですね、こうはみ出ちゃいますので、お札はこっち側に、はい、入れるとしたら入れた方がいいですね。あるいはこれ2つ折りにしてこのように入れるのはありかなと思います。はい、で、一旦こちらは閉めまして、続いてメイン収納なんですけど、ここにはお財布を入れることできます。長財布は入りませんけど、長財布を仮に入れるとこんな感じではみ出ちゃいます。このスマホショルダー自体が長財布よりもちょっと小さいくらいのサイズ感となっております。ですので、ミニ財布ですね、同じくスケープオブグリーンの闇付き財布、こちらを
はい、このように入れることできます。こっち方向にはこういう感じの入れ方もできますね。結構厚みが出てきちゃっておりますけれども、こういったミニ財布、はい、こっち側にこうした方が取り出しやすいのでこうしておきましょうか。はい、さらにこういうミニ財布入れない場合は、昨日紹介しましたこういうハンディ扇風機ですね、ちょっと小さめのこういうのを入れておいてもいいかと思います。はい、その方がこういうお札ですね、お財布入れない場合はお財布としてこちらの内ポケットの方にお札入れてみましょうか。そうしますとこんな感じで収まります。はい、あともしくはペットボトルを入れたいってなった場合は、 500ml ペットボトルがもうギリギリで入るような高さ深さサイズになっております。はい、とりあえずはここはお財布を入れることにしまして、さらにハンディ扇風機も一緒に、はい、これでしたら入りますね、入りました。はい、こんな感じで収めることができます。さらに後ろ側のここにスマホですね、はい、こちらにスマホをこのように入れまして、はい、見た目コンパクトですけれども、はい、ちょっと厚くなりましたがたっぷりと収納することができます。はい、それではバッグ持った感じ映していきたいと思います。ご覧ください、いかがでしょうか。見た目なんですけど、ブラックのシンプルなデザインのバッグとなっておりまして、男女兼用デザインですね。で、正面には高級感のあるロゴプレートが付けられております。表面は撥水加工がされておりますので、雨の日でも安心の仕様です。で、正面こちらで、はい、厚もたっぷりとありますので、ちょっとそこまでお出かけ用の収納力が十分あるかと思います。で、外側にはスマホが入るポケットがついていて便利に使えます。で、ショルダーベルト幅広のものになっていて、この光沢のある質感も良き状態になっておりますので、全体的に高級感ありますね。はい、で、ベルト今一番長い状態にしまして、肩掛けしますと、はい、ここくらいまで来ます。斜め掛けで腰ぐらいまでなので長いとは言えませんけど、十分なサイズ感かと思います。では使い勝手見ていきましょう。まず後ろ側のスマホですね、スマホはここからさっと取り出せますので、はい、入れる時もスッと、はい、入れられますので、この辺りの操作感全く問題ございません。とても使いやすいです。で、メイン収納手前のフロントポケット、こちらはですねダブルジップ仕様になってますので、スッとこう開けられまして、こんな感じで開いてくれますので、はい、まずハンカチティッシュ類ですね、はい、この辺はさっと抜けますし、ここの内ポケットからこう手鏡とか小物類も整理して入れておくことができます。で、手前のここにカードついてますので、クレジットカード支払いで済ませる方もここだけで お財布機能は完結といった感じですかね。まあ、パッと開けてスッと取り出せますので、はい、この辺り非常に便利な仕様になっております。はい、ダブルジップをですね両手で締められるのが、はい、いい感じで便利に使えます。で、メイン収納なんですけど、ジップ、はい、ロープ付きになってますので、まあ、この辺りも引きやすいですね。こう開けまして、はい、中には、例えば扇風機、これ非常にコンパクトで良きです。こういう小さいバッグにもスッとこの縁の方に入りますので、はい、さらにはミニ財布を取り出しまして、はい、同じくスケープオブグリーンのやみつき財布、こちらの、はい、お会計にもこういうミニ財布でしたらしっかりと入ります。あとちょっとだけまだ隙間ありますので、はい、小さめのこういうエコバッグもですねちょっと入れておきまして、はい、ちょっとそこまでお買い物用の収納力は十分あるんじゃないかなと思います。はい、というわけでスマホショルダーバッグ、付録でもいろんなの出てますけどね、やっぱりムックもちょっとお高いだけあって、質感もとても良くなっておりますので、まだ持ってないという方はぜひこちらチェックしてみてください。お待たせいたしました。それでは本日もバッグの正確な容量を測定していきたいと思います。それでは参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量は2ブルボンです。スケープオブグリーン、癖になるブルボン、撥水ショルダーバッグおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回はですねこちらムックボン、スケープオブグリーンの癖になる軽さ、ちょっとそこまでお出かけ撥水ショルダー紹介しました。ご覧いただきました通り軽くてコンパクトなんですけれども、マチがありますので見た目以上の収納力となっております。ちょっとお出かけ用のショルダーバッグとしてぜひ使ってみてください。
はい、それではここからは補足していきたいと思います。いつもコメントありがとうございます。コメントに来た内容でいくつか質問ありましたので、実際に動画で見ていきたいと思います。まずはこちら、先日紹介したスヌーピーさんのスマホショルダーバッグですね。ちょっとサイズアップした仕様になってたんですけど、これにメガネケース入りますかという質問コメントありましたのでやっていきます。はい、まずはこう開きまして、ここですね、ガバッと開いて、ここフリースペース広く取られておりますので、メガネケース、例えばこれ入れてみましょうか。これを入れますと、はい、こんな感じで収めることできます。ちょっと膨らんじゃいはしますけれども、はい、問題なく入るかなと思います。はい、まあこれにプラスしまして、小銭とか入れちゃうとちょっとさらに膨らむかなと思いますけども、こんな感じでですね、ここの幅がしっかりありますので収めることができます。はい、ちなみに今日紹介したこちらのバッグにもメガネケースは余裕で入れることが可能となっております。はい、そんな感じでよろしいでしょうか。はい、続いて昨日紹介しましたハンディ扇風機、これ USB 充電式になってたんですけど、どのように充電をするかみたいな質問がございましたので、はい、念のため確認しておきますね。このケーブルセットで付いてますので、はい、これまず挿しますよね。で、こっち側は、はい、例えばこういうモバイルバッテリーですね。これも充電済みですけど、ここから、はい、電力を供給しまして、ここを充電する感じです。あるいは家庭のコンセントですね。コンセントから充電したいときは、こういうアダプターを購入してください。で、タイプ A の端子が刺さる、はい、アダプターを購入していただいて、ここに挿してこれをですね、お家の壁のコンセントに挿して充電することできます。スマホとか携帯充電するのと同じなので、はい、念のためですけれどもこんな感じでやります。はい、まあ、そういった質問の回答で良かったでしょうか。はい、ちなみにこちらのハンディ扇風機、はい、まあ、このコンパクトサイズでちょっと私もね、小さくすぎて不安な感じあったんですけど、全然使えます。涼しく風が来てくれますので、まあ、今日紹介したスマホショルダーにも入りましたし、はい、このスヌさんのにもちょっと入れてみましょうか。はい、まあ、このように入れて、ちょっとかなりこれはちょっと膨らみすぎますかね。このように膨らんじゃいますけれども、はい、割とコンパクトサイズにはなっておりますので、持ち歩き携帯性は抜群ではないかなと思います。これから日に日に暑くなっていくと思われますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのムック本の紹介と補足をしてまいりました。はい、まあ、今回のこちらのバッグに関しましても不明な点とかございましたら、コメント欄に残していただければ可能な限り動画で補足していきますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらえましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。